モーガン・アオは、毛沢東と、妖怪系の間に生まれた次男。モーガン・アオは、1923年、湖南省庁佐市にある、小宮美以下大学附属委員にて出生母は1930年に、国民党軍によって処刑され、上海に避難。当時、父の毛沢東は、現地指導のため、厚生省の西高山にいた。兄弟は一時期路上生活を送っており、 この時警察官に激しく暴行を受けたことがきっかけとなり、後に精神疾患を発症したとされている。岸青と兄、岸英は1936年にパリに送られ、その後モスクワへと移る。1940年代にモスクワ東部のイバノボにあるインタードームで約6年生活。ソ連軍の一員として独組戦に参加したと伝えられ。 1947年までソ連に滞在し、帰国後は中国共産党に入党した。兄、岸英は朝鮮戦争に従軍していた1950年、前線でチャーハンの調理中、立ち上った煙を捕捉されて爆撃を受け、戦死した。この頃から岸青の精神状態は悪化し、統合失調症を発症。かなりの期間を精神科病院で過ごすようになった。 大連で療養生活を送ったと伝えられているが、軍事科学院でロシア語の翻訳の仕事に従事していたとも言われる。1960年に兄の妻、劉をもうさいの妹である、小花と結婚。当時、小花はまだ北京大学の学生だった。1970年、一人息子の毛進吾が生まれる。毛進吾は毛沢東の唯一の着尊として知られるが、 毛沢東は孫に関心がなく、一度も会おうと、しなかったという。2007年3月、北京市にある、人民解放軍301委員で死去、去年82。毛沢東には、子が10人いたが、成人したのは、モーガン A、モーガン A、リサトシ、リトツの4人だけであり、内男子は、モーガン A とケガン青のみだった。ありがとうございます。